この映画のロケの撮影都市というか聖地と言ってもいいんじゃないか映画撮影の聖地はいなんと実はですねもう50本以上の映画がいわきで撮られているこの映画ロケによる経済効果なんですけれども経済効果はですね一つの作品で1000万円になることも宿泊や飲食中心人気作品だと聖地巡礼で遠方から観光に来られる。 で、皆さんも映画に出られる出られるんですよ。はい、どういうことかというと。エキストラ募集してる。現在300人が登録して。えー、多いる、ね、だから、あの、このいわきフィルムコミッションが仲介してですね。はい、えー、その撮影のスタッフと、と、との中に入って、エキストラを紹介したりしてる。る、えー、そういうシステムができているということなんです。えー、で、いわきのロケーションの売りなんですが。三、はい、つあります。三、うん、つあるうちの一つ目がこちらです。首都圏から近い。確かに。 はい、だから東京からも容易に来られる、うん、でも新幹線で行くから中通りでも近いですよね,うすねもう一つ中通りと違う売りがこれなんですよ、はい、何かというと天気ほら撮影が天気に左右されない雪も降らないそして、うん、いわきのロケーションの売り、はい、3つ目は海山温泉市街地工場いろんな絵が撮れる。 なのでいわきがすごく聖地としてされているということです撮影現場に向いているんですかねそうですねでその他皆さんからですね、うん、映画やドラマのロケ現場、はい、たくさんありました、うん、やっぱりいわきほらいわきで撮影された映画僕の彼女はサイボーグにエキストラで参加して、うん、綾瀬はるかさんに会いましたわすすごい それから福島市の1位、はい、1> 福島西店でスイングガールズの撮影、うん、エキストラ参戦が懐かしい、そして西武警察郡山のロケで石原裕次郎さんなどが郡山駅前アーケードで三万石でロケをしてました、えー、すごい数日間のロケで俳優さんは磐梯熱海に宿泊していました、これだけ多くの撮影が行われていたんですね。だだから経済効果もあるとといいう,う話だと思います。えーすごい